ホーストラです。はい、ということで本日は私のリピ買いアイテム紹介。はい、ということで私がこれ良すぎて何回も買ってるよっていう商品だけを紹介する企画となっております。なので私がね、良さそうで紹介するんじゃなくて、もうマジで良かったって言える商品を紹介するので、マジでこれは最後まで見て損はないと思います。いい女に一緒になりましょう。え、マジでいい女アイテムばっかすぎてみんなびっくりするよ。絶対見てください。まあ女子も必見だけど男子も必見な部分あるのでぜひ見てください。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。チョベリグ、今のレッツゴーめっちゃキモくなかった？大丈夫？はい、ということでなんかさ、マジこうするとさ、なんかちょっとエロい感じ出るんで、ちょっと気をつけますわ。すいません。はい、ということで、まずですね、まあね、コスメ系とかがね、多いんだけど、コスメ以外のところ、ちょっとね、男の子も見てほしいんですけど、まずこちら。じゃーん、柔軟剤。イロカっていう柔軟剤なんだけど、なんかね、最近ね、柔軟剤集めるのがめっちゃ好きなのね。なんか薬局とか行って、なんか、いろんな柔軟剤見て、ツイッターとか見ながら、で、実際に使ってみて、めっちゃいいやつとかを探すの好きなの。うわ、当たりだとか、外れあんまないんだけど、これやばいわ、みたいなやつが何個かあったの。で、その一つがイロカ。なんかめっちゃ好みの香りしてて、私はこれツイッターで見つけたのね。ツイッターでめちゃくちゃバズってたから使ってみたんだけど、超いいね。まじいい女すぎる。やばい。しかも匂いが超続くから、洗濯？中干しだから、たまにね、臭くなったりするのね。だけど、この柔軟剤にしてから全然臭くなんないし、マジで結構大好き。今ここぐらいだから早く買いに行かなきゃ。あ、ストックあるわ。ストックももうね、溜めてるぐらい大好き。これはね、男の人にも使ってほしいなっていう香りです。まあ、女の人もね、マジで使ってほしいんだけど、男の人がこの匂いだったら私惚れちゃいますね。なので、ぜひぜひ使ってみてください。ねえ、みんな、マジでさ、これ聞きたいんだけどさ、なんか TikTok で見たんだけどさ、柔軟剤さ、その人は服に直接かけてたの。で、みんなが、え？みたいな。あそこに入れないんですか？みたいな。入れるとこあるじゃん。私はなんかこう直接入れた方が匂いがすごい長持ちするので、みたいな。知ってたんだけど、それって本当？直接入れてもいいの？マジでみんな教えて。みんなはどうしてますか？柔軟剤のうまい使い方みんなコメント欄で教えてください。最近マジで超気になってます。ということで続いてこちら、フレグランス、はい、がモウモウ、このブランドなんだけど、マジでいいの、嗅いで、一回嗅いでほしいこれね、嗅いでね、まだね1ヶ月半とかなんだけど、フレグランスも結構何個か、私はアマゾンで頼んだんですよ。で、ほんまに値段も高くないし、口コミとか見てたら、めちゃめちゃいいみたいな書かれてたから、口コミとか超見ちゃうタイプなの。だから、とりあえずね、4つぐらい買ったの。で、うちフレグランス、こういう置く系は、なんか家に1つじゃなくて、なんか何箇所か置くのが好きで、香りが充満していい匂いするから。だから、私何個か置いてるんですよ。この匂い、私も本当にドタイプすぎて、うってなんない香りが好きなの。うち結構匂いに敏感で、きつすぎる匂いとか嫌いで、みたいな匂いが好きなの。嗅いだ時に、みたいな。これマジでまさにこれって感じ。で、これは、寝室に1個、リビングに2個置いてるの。マジで、なんか入った瞬間超いい匂いだし、結構好きですね。これと、あと白のホワイトリリーの香りのやつをめっちゃリピしてるんですけど、本当に大好きなやつです。おすすめ。次、スキンケアかな。化粧水、これ、2本目。はい、2本目。アノアですね。アノアの、スキンケアにもめちゃめちゃハマってて、友達にも超おすすめしてるんだけど、匂いといい、保湿力といい、効果といい、全部が私の、大好きが詰まってる商品でございます。美容液、乳液、化粧水使ってるんだけど、パックも使ってるんだけど、一番好きなのが、化粧水です。で、これはベタつかないし、保湿もしっかりしてくれるんだけど、お風呂上がりとか、メイク前とかに3度、4度ぐらい重ね塗りするのがめちゃめちゃおすすめ。で、結構ね、高くないのよ。全然高くない。もうなんなら安いぐらいだから、なんかこう、ぷちゃぷちゃぷちゃって使えるじゃん。そう、ハトムギみたいな感じでこう、ぷちゃぷちゃって使えるので、これもめっちゃおすすめ。なんか匂いが好きなんだよね、うち。ちなみにこれね、あと1本ストックあります。肌綺麗にしてくれそうな匂い。だからお風呂上がりにスキンケアする時間がもう楽しみになったの。この
化粧水に変えてから、何このずっと気になってたんだけど、77ってどういうことですかみたいな。で乳液もね2本目なんだけど、これはね 70% って書いてるの、どういうことですか。マジでこの意味本当に気になります。だけどねパッケージもね超好きなの、部屋に置いときたくない？見て、わかる？わかんない？私大好き。だからメイク前は化粧水乳液だけするんだけど、塗る前は美容液もしてみたいな感じます。チョベリグで今からおすすめするやつ、マジでやばい、これはリピだよってやつ。はい、こちらコスメデコルテのリポソームアドバンストリペアクリーム。これはメルメンの高梨由香とかヘアメイクさんがめちゃめちゃなんかおすすめしてきて、でずっとなんか気になってて、で最終的に高梨由香が使ってて、由香ねマジで肌がバカ綺麗なの、肌がやばいのね。肌が綺麗な人から言われたらマジで買うってなるじゃん。だから買ったの。これの特徴としてはクリーム、これね、これね高いの、みんなマジで高い、でも高いだけあるなって感じ。こんな感じのクリーム、これも匂いんだけど、なんかこれの効果が、まあ、もちろん保湿なんだけど、特になんかニキビとか睡眠時間がプラス3時間されるみたいなって言われてるコスメなの。だからその日もう3時間しか寝れなかったよとしても、これを寝る前に塗ってたら6時間寝た肌になるって言われてるこのクリームなんだけど、なんか案件動画みたいだけど、今回案件一切ないからね、みんなマジでマジで自分が素でいいって思ったものだけを紹介します。だからニキビ跡とか肌に悩んでる方はちょっとお高めでは、ちょっとっていうかまあだいぶお高めではあると思うんですけれども、ぜひ買ってみてください。マジでコスメデコルテは高いけどマジで質がいいから大大大大大好きです。はい、続きましてはねヘアの方、じゃーん、こちらエッセンシャルザビューティーウォータートリートメントなんだけど、これはね一回ね、あのお仕事でもその案件としても使わせていただいた商品なんだけど、そっからマジでめっちゃハマって、まあ、案件で使ったやつは全部いいと思ってから紹介するやつがもう全部なんですけれども、なんかもうずっといいと思ってるやつ、これマジで飽きない。これはまあ最近出た香り新作なんだけど、洗い流すトリートメントとかもいいんだけど、なんかウォータートリートメントさっぱりしてるじゃん、髪の毛ベタつくのとかめっちゃ嫌いだから、さっぱりするやつが好きなの。マジで一番これがいいなって思った。うん、しかも安い、マジで安いし、なんかこれはなんかオイルとかってさ、やっぱ毛先とかめっちゃ言うじゃん、いいトリートメントとかも毛先だけみたいに言うけど、これは根元から使った方が逆にいい効果出る、乾かす前につけるやつなんだけど、驚くほどサラサラになるからみんな使って。あと匂いがいい、これは周りにめっちゃ褒められる、ガチでモテると思う。続いてハイライト、やばいこれマジで超好きなの、大好きなの、これやばい。ねえうち待って、いいものしか紹介してない、マジうちの一群しか紹介してないんだけど、やばい、これマジいい動画すぎ、みんな TikTok で切り抜いて。もうハイライトちょっとね分かんないんですよね。はい、マジで可愛いのこんな感じなんだけど、一回出すね。あの何がいいって粒が大きいの、マジね、つけたらね毎日ね絶対誰かに褒める。え、ねえ待って、可愛すぎね、可愛い、超可愛い、今日もねほんのりつけてる。うーん、かわいすぎる。何このきらめき、もう説明しないでもわかるでしょこの良さ。いや待って、マジみんな真似しないで、あんまり嘘です、真似していいよ。でたまになんかこことかにもつけたりする、こうやってなんかデコルテとか見せるときはなんかあの辺につけるともっとかわいい。なんかねこれのいいところね、暗いとこで見ても超キラキラ、暗いとこで見るこのハイライトが世界で一番かわいいの。あー可愛い、これだけはマジで愛してますって感じです。次、あのみんなまつげ伸ばしたくない？私がまつげ爆伸びした商品こちら、ちなんか説明なくない？ラッシュアディクトアイラッシュコンディショナーセラム、これはまつげ美容液なんだけど、ラッシュアディクトね、でもねうちの動画で何回か紹介したことあるんだけど、あの今まで私まつげが短いのとか少ないのにどんだけ悩まされたか分かんなくて、いろんなのを使ってきたんだけど、まつげサロンの人がマジで悩んでるならこれ使った方がいいみたいな言ってくれて、使ってもう2年ぐらい経つんだけど本当に伸びた。前からしてもらってるヘアメイクさんに超びっくりされたの、やばいねみたいな、こんな伸びるんだって言われたぐらい、マジでねこのね3倍ぐらい長かったのだけどね、まつげめっちゃ伸びたからおすすめ。こんな感じ、めっちゃ細いんだけど
こうってなって人にもシューって塗って寝るだけ。寝るほんとギリギリがいい。本当にこれはだるくても毎日塗るようにしてます。続いてこちら最後、ディオールのアディクトリップマキシマイザーの01番。はい、こちらこれは3本目でございます。この色本当に大好き。寝る前も使えるし、普通のリップにも重ね付けで使えるし、めちゃめちゃ保湿してくれる。でね、学校とかでも使えるんじゃないかな。全然色つかないから。ほんのりピンクだけど、なんか塗ったらピンクじゃない、なんか血色感ピンクみたいな。本当に唇がプル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 って感じになるので、おすすめでございます。ちょっと高いんですけど、高すぎないのでみんなぜひ買ってみてください。これだけは本当に買い続ける、死ぬまで買い続けるので、在庫多くしといてください、ディオール様。チョベリグという感じで、今回は私のリピ買いアイテム紹介でした。まずいいのすぎてやばいの、もう本当におすすめ。本当に私のこの動画を見たからには、みんな絶対に絶対に絶対に使ってね。絶対にみんな可愛くなろうね、一緒に。私もね、可愛くなるね、努力はね、本当にね、めちゃめちゃしたと思うの。もっとね、今もね、研究中なんだけど、やっぱすることでも変わるけど、アイテムで変わる部分もあるから、まあ、みんなのね、力にね、少しでもなりたいなと思って紹介しました。ぜひぜひ皆さんも使ってみてね。マジこれおすすめ、ハイライト。マジ可愛いかった。使ってください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョプリグ。ブスサイク。